でどうも、P リアルさんです。今日は、以前にわせた、今までコラボした YouTuber を格付けをやりたいと思います。相棒、そういうことやってると、いろいろと気まずくなるよ。ほとんどの YouTuber と今後関わることはないと思うから、さすが、関わりを断つ系 YouTuber。ちなみに、P リアルさんが最後に対面コラボをしたのは、2019年です。 ここ3年は一匹狼 YouTuber だもんね。もしくは孤立してしまった残念な YouTuber。ではまずルールを説明します。一回一瞬だけ出てきた YouTuber はカウントしません。だからタックとかススルはノーカンです。いつかちゃんとしたコラボやりましょう。他の YouTuber のチャンネルでやったコラボもカウントしません。だからヒカキンとかマスオさんのチャンネルでやったコラボは 脳幹です。相棒がマスオさんとヒカキンとコラボしたことあるのが未だに信じられない。マスオさんとのコラボなんて当時のウームオフィスで撮ったかんね。よく入れてもらえたね。そして YouTuber じゃない方。アンドゥルー WK とかステイチャンプスのライアンは脳幹です。ステちゃん早く日本に来てくれということで、今回のランクは下からもう二度とコラボしたくない。うーん。よく覚えてない。微妙。 楽しかった神コラボ全王様始める前にぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますそしてこれはあくまでコラボだけを格付けしてるのでご了承ください犯罪者登場フラグでは始めましょうまずは「ちゃん吉超懐かしい」「動画投稿系男子」というジャンルが流行ってた頃に人気のあったちゃん吉とのコラボは全く覚えてませんまあ10年以上前の話だからねてかよく考えてみたら P.R. d さんのチャンネルでやったっけしっかりしろよ、おじいちゃん。R&W 学園のレイ校長。また懐かしい名前だな。昔は〜何々学園、〜何々株式会社、〜何々カンパニーっていうチャンネルめっちゃあったもんね。レイとのコラボはいつも楽しかったです。レイは P.R. d さんと同じハーフでちょっと変わってたから仲良くできたんだと思います。相棒もかなりの変人だもんな。キャットさん。さっきから同じことしか言ってないけど、懐かしい。キャットさん。 ご出産おめでとうございます。そして、楽しいコラボ。ありがとうございました。トミック。トミトミとは何回もコラボしたはずなのに、全く覚えてない。ごめんよ、トミトミ。トミトミ、都知事選がんばヘキトラはめっちゃ楽しかったです。彼らのチャンネルでやったコラボ動画も超楽しかった。ああ、相棒がめっちゃ調子に乗ってるやつね。カーミットはいじりやすい YouTuber トップ5に入ると思います。 相馬さんね。オズはめっちゃいいやつで、いつも楽しかったです。楽しかったばっかじゃねえかよだって PDR さん基本気の合う人としかコラボしないから。そっか。ミカイル。え出すの出さなかったらちゃんとしたランキングにならないじゃん。確かに。彼には確か3000円ぐらい払って出てもらったんですけど、かもなく不可もなくって感じですかね。ふーん。コラボ自体はよかった。 たのかなでもなんかちょっと気まずかったので覚えてない微妙に入れときましょう TJ 懐かしいな覚えてる人いるかなすげえ昔面白いコント動画を出してて現在はインスタでめっちゃ癒される家族写真を投稿してますいい思い出しかないので楽しかったアシアああロシアの何したか全く覚えてません朝日さんはただただいい人そして 楽しかったです。超鎮。動画始める前はツンデレファンだったよね。動画で彼になんかちょっと変な風に髪を染められたんですけど、まあ、楽しかったから許します。ミランダ。彼女も結構変わってる人なんですよね。楽しかった。変人は自動的に楽しかった行きなんだね。ミノ。あのコラボは悟空とフリーザーが手を組んだ時みたいな感じだよね。p d リアルさんどっちなのフリーザーに決まってんだろ。やっぱそうだよね。 で、ミノとのコラボは、深夜すげえ遅くまでやったんですけど、めっちゃ楽しかったその通りほんとそればっかだなぁ。その上、この動画急上昇1位だったんですよ。BTS を抜いて。 なぜか。相棒が急上昇ページからバンされる前。劇団スカッシュのドラマがワンパターンで一つを見たら全部見たのと一緒だということをとりあえず置いといて、それ言う必要ある。PDR さん2日間朝から晩までノーギャラで拘束されたことも置いといて、さすがド M。めちゃめちゃ楽しかった。ギャラでなかったけど。わかったから。だって DVD まで販売したんだよ。PDR さんが出てる。もういいから。ごめん。 次はジョイですね普通に楽しかったけやきとは何回かコラボしたんですけど現在は諸事情によりコラボ動画は1本しか公開されてないんですけどうーん正直あんま覚えてないですねジェニーちゃん我が弟子は敵側に行っっってししまたたんですけどいつも楽しかった木下優香はいろいろ言われるんですけど木下さんも結構変な人で PDR さんは好きです。 唯一の心残りは、もうちょっと攻めた動画を作らなかったことですかね。でも、楽しかった。メグウィン。コラボしたっけ一瞬だけ動画の最後に出てきた。それさっきのルールだと脳幹じゃないのメグウィンは、もう二度とコラボしたくない。に入れるために登場させた。さすがにかわいそうだろ、それ。それにコラボのためにいろいろアイディアを持ちかけて、でっかいことやろうぜってなったのにすごいうやむやにされたし、YouTube スペースで結 結婚式を相棒って結構根に持つタイプなんだねなっちゃんは PDR さんのちょっとうざい妹なんですけどまたコラボしたいですね楽しかったはじめんは超クソ野郎でもう二度とコラボしたくないですマジでっていうのは冗談で一回マイクをつけずに動画を全部撮っちゃって撮り直さなきゃいけなかったんですけど文句一つ言わずにやってくれたしめっちゃ楽しかったです でも犯罪者と動画撮ったんでアンフォローしました、はあ、そういう余計なこと言うから嫌われるんだよまほとやっぱ出てくるんだ人間的に彼がどうなのかとか pdr さんの感情はとりあえず置いといて彼は動画を作る天才だと思いますそれは否定できないよな彼とのコラボは超やりやすかったですやってほしいことを説明したら瞬時に理解して それ以上のことをやってくれたんですよ。だから彼とは何回もコラボしたんだね。よって、神コラボとさせていただきます。最初の神コラボが、犯罪者って、PDS。おほほほ、出たー。彼とのコラボは確かに楽しい時もあったんですけど、けど、マホとと逆でやってほしいことを何回も説明しないと理解してくれないし、たまにわけわかんないことをやってて、ちょっとストレスでしたね。なので、 高ー,んー TV。こう TV とはまだ対面コラボしたことないんですけど、いつかやりましょう。彼もいつも P d r さんが求めてる以上のことをやってくれるので、神コラボ。そして最後は、ミーメイシ。ミーメイシはもちろん、全王様。彼女ほど P d r さんのことを理解してる人はこの世に存在しないし、何より一緒に撮ってて、めっちゃくっちゃ楽しいです。 のろけとかいいよ。以上です。最終的にはこんな感じになりました。どうですか見終わりましたか忘れた方いましたら、すいません。でもそれだけの存在だったっていうことなんですよ。相棒ちゃ PDR さんが友達のショウさんとやってる痛いおじさんズポッドキャスト新しいエピソードが出たので Spotify と Apple Music のリンクを下に貼っておくのでぜひぜひチェックしてください面白いよ皆さんは今日の動画を見てどう思いましたかぜひ意見を <coughs> ぜひ意見をお聞かせくださいあと前回の動画とその前の動画をぜひぜひチェックしてくださいでは